もうやめてくれ。もう。使っといて何しかとこいてんだよ。土下座しろ土下座。おい、よしよ、よせ。どうもすみませんでした。ここからはうちの組の島なんでな。カムロ町を歩き慣れている連中ならこの辺りでバカはしねえ。相変わらず容赦ねえな。ニシキ、おめえいつまで経っても来ねえから待ち合わせすっぽかされたかと思ったよ。逆だ、おめえがなかなか来ねえからこうやって時間潰してたんじゃねえか。暇つぶしに喧嘩って。とりあえず飲みに行こうぜ。久々にオールで付き合えよな。ああ、あの、ありがとうございました。No, no, 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 no
さよならは言えたの。ダメだね、ダメよ、ダメなのよ。あんたが好きで好きすぎて、どれだけ強いを避けて思い出がバカみたい。知らなかったぜ、おめえがあんなにカラオケ好きだったとはよ。バカ、そらお前がハメ外そうとか言うから仕方なく付き合ってやっただけで。嘘つけ。その割にはノリノリだったじゃねえか。普段から隠れて練習してるんだろうなあ。よせよ。昨夜11時ごろ、神室町の一角で発見された若い男性の変死体は激しい暴行を受けており。お前、昨夜の取り立て相手のこと結構痛めつけたって言ってたよな。こちらが栗原さんの死体が発見された現場です。ここって、は？俺が取り立てした場所だ。おいおい、お前マジか。いや、死ぬまで殴ったわけじゃねえはずだ。この場所は神室町で人がごった返すネオン街からわずかに裏道を入った先にあります。ビルとビルに囲まれて人目につきにくい、かなりいびつな空間という印象を受けますが、栗原さんの死体はこのわずかに残る更地に倒れていたとのことです。こいつ、俺が取り立てたやつだ。お前本当に間違いねえのか。はあ、何やってんだよ。取り立てで相手殺しちまうなんてよ。誰からだ、組か。はあ、早速呼び出した。待たしてくれるじゃねえか。偉くなったもんだな。おう、キリュウ。申し訳ありません、クゼの兄貴。こんな昼間から東島組の幹部がガン首揃えてお前を呼び出した理由わかるよな。神室町で見つかった死体の件ですが。やっぱりてめえか。こりゃゴルどころじゃなくなっちまったな。なあ、クゼの兄貴。お前に取り立てを頼んだ金貸しから組に連絡があってな。金貸し？東郷クレジットの社長だ。あの社長に頼まれて仇ぶっ殺したのはおめえだろ。もっともあいつは自分のせいじゃねえって早速逃げ打ってやがったかな。たかが30万程度の小銭の取り立てで本職が下手打つとも思っていなかっただろうからな。ちんけな金貸しとはいえ同情するぜ。まあそんなことはどうでもいい。理由がどうあれ仇をやっちまったっつうことはどう幕を引くか。だがちょっと待ってください。俺は自宅出すんじゃねえ。安心しろ、仇ったって相手も借金まみれのクズだ。
臭い飯一八年食えばこたぁ収まる。俺に掴まれた。なあ、殺しの方はそれで女将と手打ちするとして、それより問題はあの場所からどう人目をそらすかだが。そうだな。面倒なことをしてくれたもんだ。何が何だか分かんねえって面だな。ええ、例の死体が見つかったあの場所はな、あそこは通称空の一坪って厄介な土地なんだよ。お前ら下っ端は知らねえかもしれねえけどな、堂島組長から俺ら頭補佐の3人に命令が出てたんだ。どんな手使ってもその殻の一粒を手に入れろとな。殻の一粒、針の穴ほどの隙間もない繁華街に偶然できた一粒の空き地だ。それを親父が欲しがってる。親が欲しがるものを差し出す、それが子分の義務ってわけだ。だがその場所で堅気の死体が見つかった。あの土地が世間の目を引いちゃ地上げしようにも手出しが難しくなっちまう。ほんと困った話さ。なあ、それがおやっさんとどんな関係が。あの一坪にはな、別の意味もあってな。堂島の親父に差し出したやつにはとっておきの褒美が用意されてる。褒美？おう、不在の風間の頭の後、堂島組次期若頭のポストだ。つまりあの土地は俺ら頭補佐にとってただの一坪じゃねえってことだ。まあ最初はてっきり風間の頭とつながってるお前が俺らの邪魔するためにやったのかと思ってたが、その顔色じゃ何にも知りませんでしたって感じだな。ちょっと待ってください。それじゃ風間のおやっさんは、おやっさんはどうなるんです。さあな。だが組の一大臣に無所にいるようじゃ頭は務まんねえだろ。おまけにだ、ガキの頃から育ててきた可愛い子分が理由はどうあれ仇をぶち殺しちまったとあっちゃ、きっちりけじめつけねえとな。おやっさんは関係ない。それで俺も殺しはやっていません。そういうことはサツに言え。つってもヤクザの言い分聞くほど連中も暇じゃねえだろうな。サツには今日中に実施しろよ。それと縁故詰めとけや。お前も極道なら組長に挨拶しとかねえと筋が通らねえぞ。来いよ！
話？今さらとぼけだった時間の無駄だ。なぜ俺をはめた？あんたの目的は何だ？その人は、あ、クゼノ。よく無事だったな。お前が本家から呼び出されたってとこまでは錦山から聞いてる。そっから先何があったか大方予想がつく。久瀬のおじきあたりが風間を裏切れとでも言ってきたんじゃねえか。俺は今日限り堂島組を抜ける。杯返して極道から足を洗う。所詮俺は風間のおやっさんについていくために極道になっただけの半端もんです。俺にも覚悟があります。おめえ舐めたこと言ってんじゃねえぞ。あ？俺の言うことが聞けねえのか。ああ、キリュウ。ええ、たとえ風間のおやっさんが止めたとしても俺は行きます。こんな、バカ野郎。許してください、柏木さん。錦、車頼む。組を抜けてってことでいいんだな、君。はい、組長に破門のお願いに上がりました。お取り次ぎ願います、クゼの兄貴。てめえ、縁故も詰めてねえじゃねえか。手ぶらで組抜けの挨拶とはな。てめえ極道舐めてんのか。ああ、あんたと話に来たわけじゃねえ。組長はどこにいるんだ。消し方考えろ。地味ですけど山ん中で生き埋めが一番かと。薬品でドロドロにして流すってのもありですが。ああ、死体は残せよ。後々こいつの死体が見つかった方がいいんだ。堂島組は身内のしつけには厳しいって方が本家でも評判も上がるってもんよ。ほら、あんた。ああ、組を勝手に殺すのか。組長に無断で。寝ぼけてんのか。もう親父なんて関係ねえよ。てめえは組抜けたんだろうが。ああ、確かにそうだ。その言葉待ってたぜ。何？てめえ、てめえ、兄貴分に向かって何しやがる。兄貴分だと。俺はもうこの組の人間じゃねえ。あんたさっきそう言ったはずだ。かかってくんのはあんたらの勝手だが、こっちも遠慮なく手出させてもらう。クゼの兄貴、こいつは俺がやらせてもらいます。任せる、好きにしろよ。待て、あんたにはまだ話がある。俺にはねえ。どうせお前はここで死ぬんだ。もし生きておらんとこまで来られたら
話ぐらい聞いてやる。なら首洗って待ってろ。覚悟はいいな。いつでもいいぜ。来い。下にいた役立たずどものせいで勘違いさせてまったらしいが、堂島を甘く見るなよ、キリ。いつまで脳がきたるてんだ。さっさとかかってこい。ああ、かかってこねえならこっちから行くぜ。怠慢張ってたんじゃねえのか、クズ。堂島の若頭補佐ともあろうもんが、みっともねえ恥さらしやがる。桐生はお前の裁量で組抜けさせたんじゃなかったのか。そんなこと、いや、俺はしてません。親父に向かって嘘はよくねえな、兄弟。俺もはっきり聞きました。桐生はもう組を抜けた人間だ。それを殺すのに親父の許しはいらない、そう言ってましたよね、
クゼの兄貴。てめえら、クゼ。これ以上無様さらす気か。さあ兄弟、クゼ剣の会の人間なら作法は知っていますよね。兄貴の好きなけじめです。男見せてください。うちの若頭補佐が一度口にしたことだ。桐生一馬、今日限り堂島組を破門とする。堂島組長。ありがとうございます。立てますか。このままだと風邪をひいてしまいますよ。私は立花と申します。立花。あなたが今置かれている状況は全て承知しています。私はあなたと会うこの時をずっと前から待っていたんです。少しだけ話聞いていただけませんか。桐生一馬さん。